はい、白です。今回ですね、CO2 を有用,有用な化学原料に変える技術、従来比450倍の変換速度を実現というニュースですね。東芝が二酸化炭素 CO2 をプラスチックや医薬品といった化学,や化学品や燃料の原料となる一酸化炭素に変換する触媒技術で、従来比約450倍の変換速度を達成したと発表した。大気中、これはですね、大気の大気が あの空気中の大気だと思うんですけどもねそれの間違いじゃないかなと思うんですがの CO2 削減につながる技術として2020年,後半あ2020年代後半の実用化を目指すという,というニュースですね東芝は2019年3月独自開発した触媒電極を用い工場などから排出される二酸化炭素大プラスチックや塗料医薬品といった 化学品や燃料の原料となる一酸化炭素に変換する技術でこれまでの当社技術の約450倍に当たる世界最高レベルの変換速度を達成したと発表したこの技術により CO2 排出量を高効率で削減することが可能となりパリ協定の目標達成に向けた社会課題解決に貢献するまた同技術は変換に必要なシステムの小スペース低コストを合わせて実現し 2010年代後半の実用化を目指すす方針だとということですね。CO2 の大気中濃度の上昇が地球温暖化の一因と推測される中、近年では SDs g や ESG 投資など脱炭素に対する意識の高まりが産業界のみならず経済界にまで波及してきた。パリ協定で日本は2050年までに80%の温室効果ガス排出量の削減を目指しているが、 工場などの産業部門での CO2 排出量の削減が進まず、大きな課題となっている。このような中、CO2 を電気が関与する化学反応、電気化学反応で有化物に変換して有効利用する技術の開発が進められている。あこれはやっぱり、工場っていうのはですね、やっぱり CO2 の排出量っていうのいろんな形でやっぱり多いんですねうん。ここを何とかしないといけないということでできた技術ですね。 CO2 有化物である資源に変換するためには、正極と不極を有し、電極表面で化学反応を起こす電気化学セルが用いられる。これまでの技術開発では、電源として電力系統に分散される多様な再生可能エネルギーを用い、電気化学セルに電圧をかけ、水溶液に溶け込ませた微量の CO2 を有化物に変換する方法が取られていた。しかし、水溶液に溶け込ませることができる CO2 の量が少なく、変換反応が 停滞し、電気化学反応の反応速度を示す電気電流密度が小さくなるという課題があったより多くの CO 2を高速で変換するために電気化学セルを増やす方法があるが設置の場所やコストに制約が生じるため実用化には電流密度を向上させ小スペース低コストを実現しつつ変換量を増やすことが求められている。 東芝は電流密度を大幅に向上させるために反応時に CO2 を水溶液に溶かし込むことなく、気体の状態のまま直接利用できる触媒電極の開発を進めてきた。今回、固体、触媒、気体、CO2、液体、水の酸素を同時に反応させる酸素界面反応が可能な触媒電極を独自開発し、開発した触媒電極に気体のまま CO2 と水を同時に反応させることで CO2 の直接利用に成功し変換反応の停滞や電流密度の低下を解消することができたと。あーこれちょっとね読んでてなかなか難しいかもしれません、ね。私もちょっとは理解するのがね難しかったんですけどもまあ溶かし込むことなく気体の状態のままできるっていうのがやっぱり今の触媒の今回のねえ作った触媒の一番のポイントなんでしょうね。 さらに、この触媒素の構造として、ナノサイズの最高に加え、CO2 ガスの流路となるマクロ光を導入した独自構造を採用することで、ガスの拡散抵抗が小さくなり、より多くの CO2 ガスを触媒に供給することが可能になった。これらの結果、通常常温常圧の環境下で、電流密度7 0 0 m a ル,ルという高速の変換速度で、パラデー効率、流れが電流 電気量のうち目的の電気化学反応にどれぐらい利用されたかを示した割合92%とこれまでの同社技術と比べ約450倍に当たる世界最高レベルの変化速度で逆さか炭素の生成に成功したということですね。まあ、これが最高とかです、ね、細かい穴を使ってこう行き来させるんでしょうね。これ燃料電池車の技術なんかとちょっと似てますね。 この成果により変換システム設置面積の超スペース化が可能となり低コスト化も実現しやすくなる将来的には化学発電所や産業施設などの CO2 を多く排出する施設に近接してシステムを設置し系統接続された太陽光や風力などの再生可能エネルギー発電施設からの電力を活用して CO2 の削減を行うことが可能となる東芝は今後環境省委託事業人工光合成技術を活用した CO2 の資源化モデル事業で同技術のシステム実証及びモデル構築を進め、2020年代後半に実用化を目指すということですね。CO2 の削減というのはやっぱり急務ではあるんですけれども、あの工場からの CO2 排出が多いということで、それをいかに変換していくかというニュースでしたよね。まあ、これがどの程度ね、やっぱり450倍というのはすごい値だなというところはありますし、 あの工場の CO2 をです、ね、大気中に出てきているものを回収するというのが、ちょっとこれはね、えー、またポイントになってくるんじゃないかなとは思うんですけども、やっぱり、あのー、人間が排出する量とは桁違いに多いんじゃないかなと思うんですよね。でそういった工場にこういったものの装置を、えー、設置して、どん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 変換させるということですね。 でまあ、こういった環境技術というのは、まあ、世界中でも研究が進んできていると思うんですけどまずは日本の方で試してですね今後世界中にこういったものが流れていくというふうに流れていくんじゃないかなと思います、まあ、ちょっとね今回あの化学反応的な話が多くてですねちょっと私自身もあの本当の細かい部分まで理解できていないところではありますしあの表層的なニュースになってきてはいるんですけども あのこういうところにね携わっている人たちにとっては結構エポックメイキング的なね、えー、ニュースなのかなと思ったりもしました。はい最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます。